はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。今回からですね、新しいアプリ、英語ゲームですね、英語とクイズの心世界、サマーバケーションが、出しているアプリになりますが、そちらを、やっていきたいと思います。早眠ボイスですね。データ量がまた多い。データが落ちるまで待ちたいと思います。さて、ダウンロード終了しましたので、まず名前を教えてくださいってなってますよね。名前か、まあ普通に、おや、ここ横画面になった。なんで？と思ったら横がまた縦になった。いやー、さっきは縦のまま行ってほしかったな。お、何が起こったんだろう。目を覚ましてくださいって昔あったな。おっと、なるほど。クギュー。でも、ここボイスがないね。まあ、コトダマンの英語バージョンって考えればいいのかもしれないですね。ちょっとサイバーな感じ。あれ？もうモンスターが現れてるよ。あわわわわーですよね。おっと、画面が揺れた。力を貸してほしいんだ。負傷で応援してるよ。選んだらどうなるんだろうか。チュートリアルやりましょう。ちょっと BGM の声が大きいな。早く。全然。いや。バグを直して。なるほど。この辺はマジックアカデミーっぽい。まあよくあるクイズですよね。デザインはいいな。これ相性があるんだよな、多分。今出てるのが緑と青か。あ、この左上にこの相性がありますよね。おっと、もう出てるよ。フィードバックシーソース。こういう風にして攻撃をするってことですか。パネル。属性があるんですよね。回復もあるのか。青なので、青が強いのは緑。緑を選びたいと思います。いいですね、現地用語。倒します。だがまだ3面ですね。SP スキル。なるほど。これをいかに、使うか。必殺技ですからね。大事っぽい。青ですね。ホワイト。ホワイトか。
一発で倒しました。なかなかでかいんで強敵かなと思ったらそうでもない。緑を選びます。髪ですね。おっと、一回ではとどめをさせなかった。もう一回。85%。肩ですね。OK です。クリアしました。スターダイヤっていうのがあるみたいですね。一応回答一覧で復習することもできます。問題も載ってますね。スマホとクマホ、あるアプリを起動したいきなり謎の炎に包まれて、炎じゃない、光に包まれて気がついた異世界転生ですよね。パーフェクトリーだ。帰る方法、邪神ちゃんドロップキックだったら相手の命を奪えば帰るんだけどな。とりあえず行かないと話にならない。ガチャを使うとすごく強い仲間に出会えるんだ。でガチャを押す。なるほど。クエスト AP。 プレミアムガチャはスターダイヤ1個あれば、プレミアムガチャを引ける。ここでリセマナするんだろうな。基本リセマナはなしです、このゲーム動画で以降では。お、かわいい。星さんってどれぐらいの強さかわからないけど、とりあえず、紫属性のジュリアを、ゲットしました。ユニット画面ではパーシー編成、装備編成、ユニット育成ができるとなってますね。で、一応、三すくみという状態と、太陽と月という、まあ、いつものパターンですね。キララファンタジアもこんなタイプだったし、特に何も言うことはないですね。属性の能体を一発生体すると発動します。ユニットか。ユニットはなるべく同じ属性で揃えて、敵の傾向に合わせた、属性のパーティーを組めばいいのかな。SP カウントが0になると必殺技が出る。イベントは常に出ていくってことですよね。ミッションを達成すると、スターダイヤガチャチケット。出発。おっと、初日をログインボーナスですね。設定を変えたい。設定を変えるにはどうすればいいんだろう。
あ、このように、おっと、メニューかな、オプションだ、オプションで、BGM をこう落とせるんですよね。このぐらいのさ、あれがいいかな。プレゼントがあのたくさんもらってます。とりあえずクエスト行ってみましょう。まずはこちらということで、通常ストーリーですね。スターがもらえるみたいです。早くもレベル100に行ってるプリヤーもいるみたいですね。滝川ポリエステル。というわけで早眠ボイスで誘われます。緑が強いか、和製英語。え？落ち着きましょう。うわ、何も当たらない。生活。豆まきですね。敵は、なるほど、黄色と青ですか。青でいきましょう。カーズ、カードでいいのかな。オッケーです。倒しました。これはもう月ですね。紫、オスです。行きました。クリアしました。キロニウムっていうのがあるみたいですね。申請はしない。で、サクサク行ってみましょう。ちょっと待った。相手の敵のボス属性を、が載ってますね。これが月なので、太陽タイプをつけると強いということになります。なので、まあ、もっと、シビアに行くんだったら、パーティーで、同属性の、パーティーを組むのがいいのかもしれないですね。あと、上にある8とか6とかの数字はレア度かな。ひとまず、緑。OK です。食べ物。あ、よかった。正解でした。さあ、ボスとの対決です。データチェックエラーなし。まだ感染していないようだな。救済。さあ、3人が。とタオル一体は倒したが、なかなか強いぞこいつ。エッチから始まるものってなんだ。ヘアだ。おっと、ボスを倒した。
あとは雑魚キャラなんで楽でしょ。なんだろうこれ。食材料理。倒しましたね。ランクが上がりました。ショップに行くとスターダイヤアイテムを購入できる。まあ、ここで課金するわけですね。スターダイヤか別のアイテムに切り替えることもできる。メダルって要素があってそれをできる。あと広告動画を見ることでスターダイヤを獲得することもできる。ただ装備か。一応パーティーは8つまで選べるみたいですね。例えばパーティー編成で属性を選びたい。ということもできるってことですか。ガチャは今7174持つんで、10連ガチャが2回引けるわけですね。10連引かないと、旨味がないんで、ここは引きましょう。2回引けます。お、なんだこれ。効果が違う。星さんですね。なんかまたなんかする。なんかすごい。これも星さんだ。お、さらに、なんか、でかいのが来た。これも星さんか。これで終わり？いや、まだですね。どこまで続くか。この順、なるほど。星の数は、持ってる。今の、格で、で、まだ、なんか黒い、色付けされてない星があるんですが、これは、進化などで、ここまでパワーアップできますよ、格、クラスを上げることができますよっていう、目安です。目安というか、まあ、伸びしろっていうことですよね。もう一回10連ガチャを引きたいと思います。なるほど、色があるんだ。闇パティだったら闇属性とか。炎属、これだったら炎属性かな。合成させることもできるんだろうか。同じのが出たけど、うん、なんか来るぞ。お、なんかすごいが、これも、
星さんか。このビークル。さあ、どこまで行くんだ？さあ、パワーアップ。これも星さんかな？いや、星さんだな。さあ、まだある。水属性が一つだけか。合成もできるみたいですね。そうすると銅の属性でパワーアップするのか。素材が足りないからここはできないっていうわけか。装備強化。素材も作成できるんだ。ヒールタイプですね。そのプリアっていうのは。一応、プロフィールとし、誰が声やってるか、出て。あ、そういえば今日、この早見さんが、メインキャラ。まあ、いわば、うまく喋れない、役をやってる、声の形が NHK、E テレで放送されますよね。ただ、初の、テレビ放送だということで、ここ、注目ですね。まあ、渾身の演技だというふうに聞いておりますので、劇場公開は見に行けなかったんですけど、気になりますよね。さて、ジュリアっていうのがいますね。ボイスがまだ全部実装されてるわけじゃないんだ。今 22% か。とりあえずクエストやっちゃいましょう。イベントもあんのか。まあ、いろいろ。これ面白そうだな。ちょっと待った。ボス属性は？これは当然のごとく、これで行くしかないや。行きましょう。これですね。果物、あ、果物を英語じゃなくて、この中で果物はどれかってことですよね。あ、くそ、闇がない。ここは耐えるしかないです。キャピタリズムかな。そのままですね。さあ、ボスと対決です。ここはガンプ耐え時。使わなかったらよかったかな。
コンスタント、点数一定なですね。一体は倒したが、あ、スキルオフだ。グランドマザーは、反対？ああ、そういう意味か。おじいちゃんです。ちょっとスキル使ってみましょう。この、あっさりしたもんですよね。上級も行こうと思ったらいけんじゃないかな。なかなか勉強になるゲームって多いですよね。いいと思います。さあ、このプレイヤー星5までアップできるんだ。今回は触れませんが、いずれは星5にアップするような模索をしたいと思います。クエストなんだけど、タップでアリーナ行ってみますか、最後に。アリーナの説明。まあ、力ダメージ。やっぱり、早押しというか、早答えが求められる。ランクですよね。ギルドか。まあ、とりあえずは、なるほど、ランクなんですね。とりあえずビギナーへ挑戦です。挑戦しましょう。ん？ 1 対1を対決かな？フリー。これは相手方のあれだよな。ポテンシャルは潜在的なですね。わあ、結構やばい。赤がやばい。セット？係数、整数。あ、ゾーンだから、息だ。先制攻撃ができたが、これで1体倒した。ただし、こちらも1体倒された。雑魚とはいえ、ちょっと嫌ですよね。回復は、なんだろう、リカバーかな？あんまりダメージ食らってないのは幸いです。キャッチ。グレーツ。よし、もう一体倒した。ちょっと有利になりましたね。相手2体なんで。さあ、和訳はない。体。さあ、スキルオフ。使っちゃいましょう。使っちゃいましょう。何がいいかな？これかな？そういうことか。二択になるんだ。それだけか。つまりキャラによっては違うわけですよね。おっと、でもまだ3体残ってる。アングリー。あっと、間違えた。しまった。激しい怒りだから。これで1体やられた。
あっと跳ね返したぞ。なんかわからんけど、スキルオフ。ドメスティックは国内の。英語の読みには自信あるんですよね。書くとか、逆に和英は実は自信ないんですけど。え？何これ、ケアフォー？あ、合ってた、よかった。あんまりダメージ与えられない。しかしこちらのダメージはあんまり食わない。これで200になった。マウス。回復してくれるんですごい助かりますね。やっぱヒーラーは大事だな。このプッシュ、このゲーム倒した、勝ちました。メダルもコインも獲得です。回答一覧ですね。これアングリーなんですよね、多分。レイジって言うんだ。はい、というわけで、チケットガチャっていうのもあるのか。あ、精鋭確定ガチャっていうのがある。これはですね、なんかランクの高い味方を引けるんだろうなという気はする。お、赤になった。これは、お、アニメーションが加わってる。お、星4だ。おっと。で、それから、スターダイヤチケットガチャ。プレミアムガチャですね。普通の。さあ、星3でしょう。ベルダンディと。ああ、女神様っていう感じですね。これも充電で引いた方がいいのかもしれないですね、都合が。なので、充電になったら、引きたいと思います。そうか、星4が 3% なんだな。そのうち18体あって、結構細分化されてますね。はい、この属性をうまく使ってですね、先へ進んでいきたいと思います。これをパワーアップさせることってできるんだろうか。あと、何か隠された能力がありそうだな。というわけで、こちらゲーム名なんだったっけ？英語とクイズを心世界、プレイしてみました。なかなか英語が学べて、
絵もなんかすっきりしてていい、楽しめるゲームなのではないかと思います。まあ、教育用にもすごくいいゲームだなと思いますね。はい。まあ、引き続き遊ぶことになるだとは思いますね。はい。また楽しみにしてください。はい。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。